こんにちは、こんちゃんです。ですね、今日は2つ、お知らせがあります。昨日のね、バックスペース .fm と、Wi-Fi5 のですね、ライブの時にも、一ノ瀬さんの GH5 につけて、使いましたですね、この言ってるかな、パナライカの F1.4、12mm のですねレンズを買いましたよという、報告とですね、これちょっと前に買ったんですけど、ロードのビデオマイクロを、購入しました。 F1.4、25mm ね、こちらの方をつけてるんですが、この2つをつけた場合にどのように、変わるのか、正直ね、ピントも合ってるのかね、合ってると信じましょう。はい、ですが変えるとどうなるか、それでは、はい、Wi-Fi5 のですね、アイドルのミュージックビデオを作ろうの、企画に関しては終了しました。結果発表されてですね、ワタックスさんとですね、そしてディズさんの、お二方にはですね、晴れてブラックマジックが手に入るということでですね、また散財の沼にハマっていくような感じになっちゃうんですけど、今後はですね、これで撮っていきたいと思ってます。まあ、昨日のね、ドリさん の放送の中でもですね、一ノ瀬さんの GH5 につないだですね、このパナライカの 12mmF1.4 のですね、レンズと、そして、まあ、個人的に買いましたですね、ロードのビデオマイクロね、これでですね、ガツガツ、まあ、撮っていきたいなと思ってます。ちゃんと撮れてんのかね。一応ね、こんなのを買ってね、撮れてるかどうか試してるんだけど、いまいち安定してないんですけどですね、この装備でですね、まあ、今後撮っていきたいと思ってます。それでは、こんちゃんでした。あ、でですね、今日見せるのはですね、昨日の、二次会ですね、反省会というか、まあ、表彰式後のですね、二次会の模様ですね、このレンズで撮ってきてますのでですね、皆さんにお届けしたいと思います。それではすぐ消して、なんかどう見てもあやうに出てもらってもらってないような、ここまでなってんです。いや、だから、でも急にさ、アイドル、今まで全く興味がないのに若い女の子のアイドルとかいっぱいいるさ、すごいな。どうなんです、最初全然集まらなかったのに。いや、そこは巨像に提出させられる。いや、もうね、個別劇派で止めたら来ないのかしら。いや、だから本当にすごかったですよね。なんていうの、ハラスミとかここまで競争しちゃって大丈夫かなってちょっと思いつつですね、まあ、いいぞいいぞみたいな。松尾さんとドリキンさんが Wi-Fi5 に行かれてライブされた動画見て自分は出ようかなと思ったんで、申し込んだ時に一応グルドンジャック来ましたね。出ますって言って、テンション早かったです。でもすみません、今日ね、みんな編集頑張った、みんな参加してくれてありがとうっていうのもあると思うんですけど、一ノ瀬さんの巻き込まれ具合放送事故ですよね、完全に。いや、話の流れ来るなと思って。今は名古屋からなのかはよくわからない流れですけど、松尾さんがマックプレイヤーだってそんなのダメだよって言った瞬間に開けるめちゃくちゃなんです。家族には運動会の話をその決まった後に呼びに来たんで、こっち優先で。今日運動会や。運動会。同じ。だから運動会からみんなで運動会見に行きましょう。運動会ですよ。まずなのか。一ノ瀬さんの運動会は30人。新しい企画が。デスクトップでやって、
イボール。ジャーマネの飲ジャスミンちゃん。まだ来てないんだ。これね、これ使ってないコップが。なんだこれ。なんでこれこれなの。ハイボールの方、ハイボールの方、ハイボール頼んでます。ハイボール、はい。もうちょっと行きます。常にやっぱりリスクと隣り合わせでした。だからあの実はその一郎さんが今回来ていただきましたけど、 あれも決まった時にですね、万が一これ ダメだった場合どうしようっていうのをですね、どうしても考えざるを得なかったっていうのがありましたけど、ただやっぱりね、ピーターさん一番最初にこう上げていただいて、そこからガガガッと来たじゃないですか。あれ見て、あ、これはいけるなっていうのは、ね、思ってました。信頼と実績のグループ本当ですよね。信頼も実績もできちゃった。だってあの30人のですよ、カメラマンを、しかも2台ずつカメラ持ってきて60台なわけじゃないですか。交通費も払わずにですよ。詐欺ですよ。しかも編集してアップしてくれておかしいでしょ。いや普通に考えたらですよ、もう何百万取ってもおかしくないぐらいのやっぱり人件費とそれに対する稼働費かかってるわけですよ。まあ宗教なんじゃないですか。あのリキンさんのパレットタイプやばい、誰か参院選出たら当選するパターン。教祖様がね、やれとやらないとやおかしい。だってお塚さんにもすごい言ってますね。申し入して、あ、作んなきゃお前なんで来ないって。そう毎回あいつ使ってますよ。あいつ詐欺だな。僕が来ないんだ。なんか藤井学にダメだなって。でもなんか自分がミュージックビデオなんかどれ作ったことないし、作れるのかっていう不安もあったし、変なのあげちゃったらファンに、ね、失礼だなっていうのもあったから。僕に置き場所があります。しないですもんね。すごい頑張ってるなっていうのを、かわいいな
白鳥さんもめっちゃなんかテンション高くて良かったんですけど、いや、サイモンさんは綺麗だった。サイモンさんとめっちゃ美人ですよ。いや、綺麗。あの、きちっとお化粧してましたね。お、マケンさんありがとうございます。私こと何歳さ、4歳さ、4つ違い。したから大丈夫。そんなのあったんですか。シーズン6の九州だったのって何だよ。落とし子の扱いみたいな。ああ。最終回に落としたんだよ。あれが。あれ当たればいいんだ。どっちか当たったら。あ、もう欲しい。楽しい。ラムジーの動画に行こうしなきゃいけないって、異様だよ、人が殺され、食い殺されるし、同じ動画でミュージックビデオを撮るのが半端なかった。そうですね、僕らライトコースに、いや、そうなんですけど、もちろんそうなんですけど、でも、大きくなってしまったかもしれない。
やっぱりそうは言ってもなんか、さっきのね、その白井さんの話の中で、その動画編集の中でいろんなテクニックがあるじゃないですか。僕らも日頃あの切ってつなぐことしかしてない。Thank you.
じゃん。そうですよ。佐田さんには絶対勝とうと思う。いやいや、表彰、表彰っていうのがあるから、まあ、でもなんかランクがついちゃいますけど、さっきね、誰かが倒れたら、助けましょうみたいな。いや、だから今回本当に証明できたのは、武道さんに頼めば結果が出るっていうことが、多分これが証明できたんですよ。俺が教えたいの出すの。すいません。僕が知ってたような口ぶりして申し訳ないんですけど。すごい勉強になりましたね。失敗させちゃいけないっていう。全然コメント聞いてない。せっかくのね、面白い話だけやってる。なんで、次もそうなんですよ。だから、これで結果として、絶対出てくるので、でもどういう数値にするのか分かんないんですけど、ちゃんとそれをまとめて、まあ、お客には出していきます。じゃあ先陣切ったら買うんだなとかっていう、正直、もしかしたらその事務所側の方からオーダーが可能性も入ってます。その時には僕も仕事から離れて、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 おっさん自体の YouTube で今回の話の、コメントにあるけど、発端は知ったりたまたま日の視聴率、あ、視聴回数でこういい人とかポイントです。ポイントで、いやそれは今までもしましたよ。そうなんですよ。あ、そうだ、多分あれが出ちゃう。チャンネル登録者数で結構サイトが変わっちゃうんで。そう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 。これでも毎日見てますよ、自分。お、え、そうなんですか。朝起きてみて。あ、そう、自分のだけじゃないですけど、お二人さんが言ってましたね、公開するまでになんか、あ、そうそう、いっぱい、そうそう、いっぱい絶対再生回数だって自分で見てた。いや、あれ自分のってカウントされるんですか。いや、されるときとされないときとありますね。結果しないですか。公開前はされますけどね。うーん、いや、ほんね、何回見たことか、総作業時間の半分以上は投資から見た時間ですよね。なんで、ちょっと作業して、あ、ちょっとどんだけできたかなって、最初から終わりまでできていた、俺よくできてるわっていうのを、だってみんな自分が作ったら好きなんですよ。そうそうそう、もう一回ちょっと、あ、どんなにかな、ちょこ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 やって、いや、もう一回見よう。あ、でもこれ、もしかしたらハードディスクの再生を追いついてないから、一回見ようから、見ようから、ちょっと、かすれかけて一回止まってたんですよ。右上書き出して、一回見ようみたいな。新商品での30人デビュー
ちゃめちゃ寝ました。みんな寝ましたって。嘘くさいやつは。買ったんですか？買いましたよ。偉い。ヘビーユーザーです。毎晩使ってるんですよ。ドリーピオンの話。ドリーピオン。僕ドリーピオンかなと思ってるんですけど。スリーピオンだったんですよ。ドリーピオンは商品はないんだな。すぐ寝ちゃうやつで聞いた。コラボしたらそうなんですから。そのレビューする商品は自分で買えってことないですよね。そうですね。そうです。今回あのレビューしたけど自分で買えみたいな。でも地方の人がまあできる。今回買わなくて済んだからよかった。でもそれ以外のものを買ってる。ダヴィンチリゾルブ買った人。ああ。30万とか40万とかしました。僕はハードが高いからポスターとかジャケットの規定作なんか。でもあの高いからね。でもムービーなんだよ。ジャケットとかポスターとかのハードが高いセンスがかなり。センスが。使うときだけ契約。電子の一枚の。印刷物にするとハードが高くなるので、例えばウェブの広告をなんか軸アニメとか、で、あと特性持ってるやつで、そうですね。そういう。iMovie で切り張りをしたコースっていうのと、うん、
どれでもいいわ。いや、普通知らないでしょ。動画編集すら知らないです。そうですね、動画編集はなんとかこうギリギリほら、ね、YouTube だって本当触れるんですね。今回のことでございました。なんでは、だから次はやっぱりあの背景赤じゃないところでやらせてください。スイちゃんは今度今度の渋谷ブラッドっていうのは、うん、多分赤じゃないところで、で部屋も、キャッパが200ぐらいある。すごい。ちょっと渋谷ブラッド。何話してるの？早い言い方。我々を国民にして。次はやっぱりダメな持ち込み OK な感じで。グドミン。でもライトが安定したらすごくいいですよね。うん、ちょっと思いますけどね。これはあの照明だったらあんまり期待しない方がいいのかもしれないですけどね。お、ビジさん、ビジさんのコメントは当てますよ。自分なんかがこんなになそうですよ。そしてビジさんが嬉しいコメント。ああ、いや、受賞できないなんだろう。流さなきゃいけないんじゃないですか。ビジさんも流した方がいいんじゃないですか。はい、少々お待ちください。これで実装はレクシー100万。いよいよバッテリーがこれ少ないのかもしれない。じゃあ次のバッテリーいきますか。お、次のバッテリーが次なんですね。ほら、D さんのコメント。はい、なんて長でしょ。だからもう自分なんかで読め、自分なんかがこのような素晴らしい賞をいただいていいの申し訳ない気持ち。読み上げ読み上げ読み上げ素人ながら Wi-Fi5 のメンバーやファンの方に喜ばれるミュージックビデオにしたい。これからファンになる方が増えるように彼女たちの可愛らしさを出したいというのを最優先に考えて頑張って編集させていただきました。参加者の皆さんで共有された素晴らしいクリップや知識の数々にはとても助けられました。コメント見てみてください。今回の企画ではたくさんの得るものもあり、貴重な体験もできて非常に良い経験をさせていただき感謝しかありません。あの度は誠にありがとうございました。いや。同じぐらいのコメント言われた。旦那さん書いてください。書かないと。ちょっと待って、なんかコメント書かないといけない。受賞、受賞、25万円ゲット。ほら、子供さんもちゃんとほら。ほら、こちらも。これちょっといいんじゃないですか。あれ、結局なんか、あ、いい写真。受賞した人たちのなんかどっかは出るんですか、どっかにこう。この人たち、これです。かわいいな。なんとかしない。大丈夫ですか。プレスリリースが出るんですよ。すごいですね。事務所の方からですか。事務所からプレスリリース出るんですよ。そこ出ちゃうんですよ、和田さん。あの解説ありがとうございます。プレスリリースにはあのリンクが出て、リンクが僕のブログに飛ぶようになってますんで。すごいですね。でこの後メディアに出た時もそこはもう PR するって言ってくれてるんで、ここから広がる可能性は大です。すげー、おい、被害者すごいですよ。すげー。あ、あれですね、あの私みたいに YouTube のチャンネルそんなに整備してない人は、それまでにちゃんと YouTube のチャンネルを整備をしておくんですよ。整備が探られちゃうんだ。タテ動画、前タテ動画やってませんでしたっけ。なんか地味に縦動画は、ね、そうですね、個人的テーマ。僕も書いてるね、あの、太田さん会社バレバッタなし。バッタなし。いやもう、バレ。もう、バレバレですよ。バレバレですよ。太田さん、当日3分乗る。乗るんですね。みんな乗るんじゃないですか。まあ、松尾さんのブログにリンクだと、そのエントリー作全部松尾さんが紹介されてるんで。で、そこに、あの、受賞、賞を超えた人はそこへのそれの言及をコメントに書いて、で本職はこれだ。著作権ってどうなってんですか。著作権大丈夫ですか。僕が書いてから、あ、逆作った方がいい。大丈夫ですか。まあ、僕らの人は多分大丈夫ですけど、どっちかっていうとそっちはそっちであると思うので。どういうこと。私は編集したそのまま著作権
確かに契約もないし、それは例えばこの曲で CD つけますから。ややこしい話やったここ全部なしっていう意味でも言ってもいいと思うんですけど、どっからかのそういうの発信してからで言うかな。まあ、もしかしたらハリウッドからオファーがあるかもしれないんで、その時いやほら、あの CD 出してこう CD に公式 V ですって出ちゃうと、なんか大丈夫なのかな。じゃあ、綿さんに動画のミュージックビデオの編集頼む時は私を通してあれ、奈良の人かな。なのでここであの一筆ワトさんに著作権放棄しますって感じで年賞送ってもらう。それを考えたのは、うん、あの皆さん その作った作品をもう完全にパブリックドメインにして、その中で あのパブリックドメインにしてそれをリミックス化放棄したらどうかなっていう、そっちの方がいいと思って。そう、それはあるんですよ。一個なんかすごいの作ったらそれはそれで一個の成果になるかな。で今回はそのフリップの素材をみんなで共有したじゃないですか、うん、で次は完成版を共有したらどうなるかな。あ、すごいすごいですね、の考えたけど、それで一体どういうものができてるのか全くどうもできないですマタさんメイキング編も作ったんですよ。あ、メイキング作っていいんですよ。メイキング作っていいと思うんですよ。とりあえずあのメイキングの部分で今回その編集の場所に当たらないだろうっていうことでみんな上げてないと思うんですよ。あの共有してないと思うんですよ。それももう一回共有をして一応あだから事務所のチェックは必要になると思いますけど、うん、あのそれで確認取ればもう多分ノーと言わない今事務所になってるんでノーと言わないでしょ。ノーと言わないでしょ。ノーと言わせないでしょ。ただあのちょっとやばいカットとかは当然だめですけど、ちゃんとチェックがあってで多分、うん、実際にそのライブ撮影中の様子は今松尾さんフォルダで圭三さんが松尾さんのカメラで撮った様子ぐらいしかおそらくないと思ってて、あの比較的あのなんていうドキュメンタリー風にあの制作過程の動画をそんなでもない気がする。いやまとめるとしたら多分だからピーターさんとか入り口の当日までの動画をデータを渡せますけど、じゃあ僕の それをだからみんなで共有すればいいんじゃないですか。それをみんなで共有するの。それすげえな。あ、じゃあストレージ足りるんですか。ストレージ足りるんですか。ストレージはね、あの P2P だから。え、ま、あれ使うんですか。買えばいい。やべえ。フルドライブ。そうそう。フルドライブ。俺フルドライブ俺4日間ずっとパソコンのつけっぱなしにして。いや、落とさなかったもん。だってあれ電源切れないんじゃん。そう。電源切ると怖いから。怖いから本当に。もう100パーになるまで絶対切るからって。あの皆さんのおすすめのメイキングに使えそうな動画をもう一回シェアして。いやもうあれもしたいのか、J 軍から配達しとんの。いや、ああいうの来るんですね。あの配達しとんの来た結果がこれですよ。あ素晴らしい。開けちゃダメ。マスオパーマさん。そう、ミュージックビデオ撮って、ヨガの Vlog 上げて、この Vlog 上げてミュージックビデオ編集したら、もうちょっとしばらく動画編集いいなと思って。もうその僕なんですね。関連ビデオでヨガがあるのが俺ちょっと謎で。あ、そう。あれ、そうですね。あれ当日やったっけ。いいんですよ。そんなこと言って、今日の夜。今日の夜。いや、夜はあげるでしょ。今日でもね、あんまりそうなの。そんなたまらない。今日は楽しかった。撮ってますけど、明日も安定運転してからね。
ああそうですよね。いいもんな。ちゃんとデータ渡したのに写しました。iCloud の同期してくれる。やっぱり Mac は買わなきゃいけないですかね、一台は。買いましょう。いやもうね、スクエアを買うとドリキンからディスられるからやめた方がいい。これマッコのリスクだ。これ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 、あといろいろ増えてますんで皆さんちゃんとチェックしてください。新宿、新宿ですよ。誰でしょう、金子さん。勝利って何ですか。なんかドリキンさんがない。これだ。これもね、みんな勝手にプレミア放送とかして URL 変えたりするから大変なんですよ。そうっすね。ね。やりましたね。すごい。これ音が出てない。優勝作。でいつの間にかなんか URL が。これだと出ないの。あ、そうか、これか。こっちを止めて。もう一回か。もう一回最初から。はい。ねえ。これはいいコメントもちゃんと見てる。そう、4人中3人がいます。ああ、ごめんなさい。4人だと。なんか消えないな。最初4人なんですね。あ、カイモさん投票してなかったんで。カイモさんも。あ、でももう間違いないんだ。4人中4人だ。やっぱりね、この使い方が本当にうまくて、この赤を消す。悔しいですね。悔しい。あとまだこの前がすごく良かったんだよな。やっぱなんか女子目線みたいなのがあるんですね。あ、そうそうそうかもしれない。可愛く撮ってもらえてるっていうか。I'm sorry.
いや。ブレモなんで。いやしか。やらしい。新メンバーオーディション。
サイトってそんなないでしょうね。今日ライブ配信で新メンバーがいるって言わなかったですね。うん、ああ、ロディションする。あ、する、うん。なんかもう結構進んでるらしくて。あ、そうなんですね。もう、なんていうか、候補は一人はいるっぽいんですよ。うん、へえ。で、ちょっとその子がどういう感じのかっていうのを聞いたんですけど、言わないでおきます。あ、僕も言わないでおきます。交互期待。一人一人は、ちょっと分かりません。まだ。いろんなのをやってみたい。
受賞者の紙ってある。元々？あ、元々の？マジかい。マジかい。いやじゃなくて、今日手渡ししちゃおうかなっていう。あ、そういう話。あ、本当に？ああ、じゃあ。テンプレートを使って、そうです。ミクサーもあれですよ、ゲームの現場でも超使ってます。僕も使ってます。でもそれであの、ダンスとか、ダンスのシーンってすごい合ってたじゃないですか。
たまたま。え、たまたま？いや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 。ね、しかも2作品もね作ってくれて。素晴らしかったです。素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ビンさんは？ビンさん来てないね。はい。あと、でもリンさんってなんかサイモンさんをメインに取って、あ、そうだサイモンさん、すごいな。岡井さんどうするんですか。岡井さんはどうする。でじゃどうするって。何が何をしたい。誰ですか。どうする。はい、じゃあ次行きます。PR シチャチャーン。デイブさんにこれをちょっと渡すのはいかがだろうかと思います。いろんな風に悪用いろんな風に悪用怪しい。これはいろいろ使えるじゃないですか。 CD は使えなくてこれはいろいろ使える。 CD はね上級者ですもんね。これを使ってどうこうという話をチャーリーさんの番組で喋らない。今日ちょっと枕に巻いてみます。割と普通ですね。何をさせるか。タオルはですね、板甲さんありましたじゃないですよね。板沼さん、福井さんもいない。24スタジオさん、おーい、あのカット数はすごかった。わかんないです。ありがとうございます。ありがとうございます。マネージャーさん、いいな。おめでとうございます。おめでとうございます。一言。16画面大変でした。作るのは大変でしたけど、良かったです。すごい。よくマシン、でもマシン何使ってるんですか。いや、ノート PC です。ノート PC。だから16画面のこう全部の映像が並べたやつをとりあえず一回書き出しておいて、それを取り込んで、それを見ながらカット点を作ってで編集しました。すごい。ご苦労様でした。そして。はい、おお。縦動画。おめでとうございます。縦丼さん、おめでとうございます。いただきました。早い。気配りの男。これでもライブに行ったらこれで終わりになって、じゃあもう早速買わないと。6月29日。ありがとうございます。いいです。そしてですね、もう一個マルコさん、はい、スイープショー、おお。松尾さんがもらいたかった。あ、松尾さんとおそろ。松尾さんとおそろ。松尾さんとおそろ。いいの。いや。同じファイナルカットユーザーの試し。ファイナルカットユーザー。必要な今日は2人しか。はい、今日お渡しできるのはこれ以上です。あと、皆さん全員は、ね、参加者全員には T シャツが。ありがとうございます。あ、そうだ、T シャツのサイズ、おサイズをちょっと皆さんにお聞きしといた方がいいかと。あとで、ね、T シャツかなんか。いやえ、ダイエットするダイエット版なんで大丈夫です。あ、US版。あ、最高です。US サイズ。さんは何サイズですか。ここはもね。あ、多分違います。僕で入れるぐらい出るか入れるぐらい、いや、もう名古屋来て集まりたいですから、無茶乗りしてきたんですけど、それはなかったら、ひどい話なかったら、マネ
で来ていただくっていう。あるんですか？エロいいですね。あのタルトの方が作られた。そうだな。いいな、テープは。でも、今回はスタッフ T シャツなんで。してるんですかって言ったら4月の7日にファーストワンマンコンサートがあると。
そこへの支援はできるんだと。で、コンサート会場でもそういうようなことをやっていくんで、じゃあ何か考えてもらえませんかって言われて、じゃあお金を使って、その、ライブへ の, その告知活動っていうのは予算つけたらどうですかと。たら、まあ、それはいいですねと。それだけだとつまんないんで、どうしようかなとちょっと心中したんですけど、まあ、実はそのグルドンというグループがおりますと。で、まあ、彼らはその映像を、撮りたくて、で、編集したくて。ほら、沖田君、話聞いてないですよ。ブーストしてたもん。そうそう。聞いてましたよね。聞いてない。聞いてない。一緒に聞いてます。マネージャー業務をやってた。そうそうそう。いや今 T シャツ見てる。あ、そうです。で配信したいと思ってると。で、でただしやっぱりどうしてもその被写体としてはですね、なかなかそういうの許可取れないから、お互いをお互いを取り合ってやってるんです。ということは、そこに…これ、これはセールストークだよ。いい意味で、いい意味で。で、そこに被写体を OK 取れたらどうでしょうかって話をしたの。そしたら、まあじゃあいいですねと言ってくれたんで、じゃあとりあえずちょっと松尾さんに話をしようっていうところからスタートして、だから実質は3月の15日ぐらいからスタートして、だから、3月15日ですよ。キャンプが翌日の3月16日です。でしょ？だから本当にそのぐらいなんですよ。だからもう本当にギリギリで、なんとか成立させたっていう感じで。だから当初はそれが本当にできるかどうかも分からなかったんですよ。OK 取ったけど、事務所 NG って可能性ってすごくあったんで。だけど事務所は OK してくれたんですよ。今回のその事務所さんはすごい懐が広いんだけど、あの女性の方すごいですよね。中村さんでしたっけ、なんかものすごいいい人でしたよね。ワイファイファイコさんって感じですよね。あの可愛いですよね、あの人すごいいい人でしたよね。もしかしたらこの辺と勘違いしてる話せよ。ブランドの方がですね、 NTTV の方があたかもマネージャーのように現場で振る舞ってらしたので、誤解されてたのかもしれません。違うんですね。違うんです。マスクをかけてた方がマネージャーさん。マネージャーさん。ああ、今日痛かったです。そうそうそう。あれカマさんが動画で、いや Wi-Fi 5みんな踊り上手くなったよとか言った人、あれ誰かな？マスクかけた気がする人。あ、その方がマネージャーさん。あ、そうです。あ、そうです。というきっかけでございました。で、中村さんのそのマネージャーの方は、うん、がもともとマネージャーとしてくれてスイーツした。へぇ、そういうつながりで各局をいらっしゃる。いや、でも本当よかった。いや、僕音楽トークがあれ終わらない感じだったんで。いや、やっぱそうだ。見てて思いましたよ。松尾さん、生き生きし始めて。マネージャーさんも笑ってます。いや、だって、この人、ボビー・コールドが好きだろうなと思ってたら、まさにその答えが来たんで、あ、俺の見立て正しかった。でも、ライブ終わったもんね。話し込んでんじゃないかな。こっち来ないんじゃないかな。結局つけたいんだよ。なんだかんだ言いながら。見てるかもしれないから本当のこと言っちゃダメです。本人もね、自覚してるんだと思うけど。ワイプのアイデアは誰だっけ？あそこ。いや、もともとこの iPad で、うん、設定のやり取りをしてたんですよ、うん、スカイプで。じゃあこれでいいじゃないですか。多分そこれでいいじゃないかっていう。え、もともとドリキンさんは何らかしらの形で入ってくる予定だったんですか？そうですね。まあ、なんか、スカイプで入るのかなって思ったんですけど、スカイプとか。スカイプだと途切れるんだ。あと20秒ぐらいやっぱりタイムラグがあるんで。
りが終わった感じが。ちょっと疲れる。寂しい。寂しい。次はでも、でもね、あの白石さんはあのまだプレス人生が出るんで、あの本名でいいですか。え、ひらがなで。ひらがなで。ひらがなで。白石さん。白石さんのユーチューバーネームはひらがなの白石わたるなのか。わたわたくすなのか。なんかわたごはん。わたわたこちしてる。いやなんでしらしゃくんでいいですか。じゃあそれで返事しておきます。はい、これ確定するんで。はい、あ、それにカッコわたくすって入れておきます。長いな。あれ、罰いくつでしたっけ。罰なんですか。いくつ、いくつ。アカウント取れないから X 増やしとけかも。そうそうそう。そう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 。白石渡かっこ。ちなみにあの音体すぐ後ろに答えがありました。あ、本当だ。そうですね、大文字で W A P A X X X。はじめ大文字 W。タリクイさんのミュージックビデオはいつ出来上がる？え？いや断念したっていう話を聞いた。いや、いつでもいいからほらあのこうね、カラグレの鬼としてこう。後ろに書いてください、お客さんが。時々はなんかチャレンジしてますね。ね、うん、でもワンクリップでなんか本人満足したのかなって思ったちょっと肩引っ込んで満足しちゃったのかな。あとあの一回そのログやった後に、うん、ちょっと出来心であの GoPro の映像に手をつけるとやばいやばいやばいって感じがします。白石さんの確定しました。ありがとうございます。最初ビールを触ってますよ。乾杯に。めっちゃ写真見た。疲れた。現像中。挫折しましたドリキンさん。挫折です。でもあれですよ、ドリキンさん最初にやられてるんですね。あのフルラライズでタイムラインに見たから、タイムラインに見たら絶望でしかない。あれおかしいよね。やりたくなる気持ちは分かってる。分かるけど、うん、一気にタイムラインになってて、俺の PC すげえねんってこんだけガチャガチャやってくれるって気持ちは分かるんですけど、ただね、僕らもタイムラインに動画並べた、並べ始めて絶望でした。これどうしよう。バッテリーないの？ないです。あ、じゃあ、あれは？ケーブルあるの？ケーブルあるんだったら、じゃあ、あの電池を。あ、充電しましょう。あ、え、これローですか？はい。はい。どんだけ落としてる？はい。どうぞ。はい。ありがとうございます。多分あると思うから。あ、じゃあ、ちょっとこのタイミングで使う。あれあるんでしょ？ケーブルあるんでしょ？はい。動いつきました。お疲れ様でした。見てるだけなんで。あとはフェンスは挫折しました。山川さん、まずルーキーサイト。ルーキーサイト何時だ？7時31分。え？挫折すんだ。挫折。追い込んでるんだよ。エイトプラスと逃げ。あ、逃げ。あ、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 書き出しちゃう。僕らも逃げ。車クリップスで。あの、今、書き手で、書き出しをしたんですけど、いやー、俺、書き手もなんかおかしいことだったけど、そうだよ、エイトプラスも早いもんね、テンエースと比べると。ここでやるか、そんな素材を入れて。いやー、ないと思いますね。いや、もともとの素材よりも大変だろ。僕あの CG の映像を見てすぐにマネージャーさんにこういうのが上がってるんですよ、こういうのが上がってるんですよってすぐ言って、そしたらやっぱり最初にすっげえびっくりした。やっぱりね、ああいうのが出て本当にいわゆるすごいんだって、あ
れはね本当に良かったです。でどうしてもそのアイドル一生懸命撮っちゃうビデオになっちゃうんですよ。当たり前だけど。だけどそれはそれでいいんだけど、まあ世の中のやっぱり PV 見てもらうとおかしくなるんですよ絶対に。あそこ一番出やすいから。そうです。最初悪いから。うんなんか作りなんか足さないとな、うん、あれでも本当良かったですよ。今見るの30分話しのまあまあ一瞬には見てないけどねでも相当疲れたと思うすごい分かりやすいんですよ。でも本当に良かったです。ありがとうございました。またちょっとあの機械作りたいと思ってるんでその時にはよろしくお願いします。やっぱり何かの反応があるとやっぱり全然違いますよね。そういうやっぱりなんか打ち返しにってほしいなって思いますよ。しましょうかと言った時にやっぱりこれですよって言われて、
これで分かります。そう、エッチすぎた。あれは見た瞬間思いました。これダメダメと思ってただどこがダメなのかっていうのはマネージャーさんがこういうことも見たらダメです。あ、具体的にやっぱりもうすごかったです。あれだったら本人たちが見たら13人で見てて、ピアノで使うやつはもうダメージに感じて、これは OK なんだよ。そこに時間があるから、これ OK なの。これは大丈夫なの。これを打ったら俺気持ちなんだ。2日ぐらいで結構時間がかかかかりましたね。かかりました。松尾さんがね、本当にずっとやってくれて、自分も結構納豆に入れてます。ただし、もうちょっと使い込んで、あのラップの部分もなんとかしたいんですよ。なんでかお手伝いが大きかったと、フルキャンだったら。そうなんですよね。だから、ピースさんは、もう全部飲んだって。だから、いやいや、最後は、もう一回の時間ないわ、っていうところで。でも、その、もらえばビール飲むと、ちゃんと感じないんだよね。ジンジャーエールか、ジンジャーピーターの方が、はい、はい、あれですよ、ウィンセルのドッグを持ってるのが、僕ビッグで、ちゃんとしかしたら、ピッチャーなので、やっぱり、それでの結局、ピッチャーまだ来てないです。いや、本当に、僕は、どこに買い取られた方、いなかったから、それすごいな、痛み一の手さん。ダンプストップの気持ちいますからね。みんなそうだと思いますよ。そうだね。作品を生み出してくれる。その気持ちは、私は終わったよ。だから、これ、ピーナーリーグ早いから、さっき来てないから、アイコンズロなんかね、処理は早いですけど、このアイコンズロー、これが問題だね。3代目の俺が早く作るのは、初代は、これはまずいわ、よくわかんない。いや、サイモンさんのやつが、まだ、完全に太ももが見えてたから。けど、2世代が、チップが上がったからさ、これはね、すごく上がったから、変わるよ、と思ったんですよね。見てたね、見てるね。USB-C だから。
だいぶハードル下がったかなと思ったんですけど、で次多分来るんじゃないですか。ダンボさんに聞いてないから、ダンボさんにこれ行きたい。ああ、時期 iOS で子供に取られたらできるかとか、結構これ松尾さんは情報持ってない。あの情報持ってるのは、それは本当の情報持ってるのはダンボさん。はい、回これ2回じゃないですか。あのダンボさんとそういう会話が最近されてない。あ、時期 iOS ですね。あ、してますか。今回してます。ダメですよ。この iPad とかでメモリーがあのインターフェースとして他の記憶そっちを読むことでノモできるようになるから解説されるね。誰のだろう。グルドの中であのこういう機能あるんですけど、あれは何だろう。あれは日本のエンジニアにフィードバックするため、日本人にアップルのエンジニアを開発者に日本人になった。あ、揺れないんですか。人種はいい、向こうにいる人は向こうにいるね。ああ、そのパイプは何。すごい。だからこそだからフィードバックはできる。で何なんですか。おかゆさんの名前の由来。由来が。全然適当につけた。あの沖田君みたいな感じ。なんか食べ物がいた。へえ。こんな感じでよかった。本当の歴史がみんな死にますから。え、マジですか。そうなんですね。俺これ一つ納得できないのが、あのキーパージンガスクロスで、あれは指をこういうふうに振るクロスやったんだけど、これなんで、なんだけど腕を振るわけで、ああ、スペシウム構成でウルトラマンじゃないですか、やっぱり振り付けはありませんね。来ました。
Thank you.
なんかこんなのあったよ。あ、それ携帯充電。携帯充電。携帯可愛いけど。ありました。まあいいよ。充電できる。充電。あ、すごい。エアドロップありがとう。もらってない。あった。俺のアイポッドナノがもらってない。あとは。あと。可愛いなこれ。あとは。え、来てませんか。僕来たのは可愛いな。ドブさんめっちゃ可愛いな。うわ、俺の欲しいじゃないですか。デブさんが送ってくれた最後の可愛いな。え、あと誰だろう。僕さ、でもこれさ、ユーチューブのユーチューブですよね。あ、そうそう。セブンプラスで行くかな。デブさん、おしょぼのやつを送れる。ですが、動画のピーターのやつ、ピーターの
これ1個雪見
やってるよ。すごい全体作ってから何回も見て気になるから。最後まで上げますからね。彼のここがすごい、あれどうかここが、ここがすごい愛にあふれて、福井さんのコメント良かったですね。グルドのマイクのカメラで撮った的な、いや均等は来てないですよ。一人だけです。一番左側に前列。この方です。いや本当はゼロでもいいって言われたんですよ。だけどあのやっぱり、入れた方がいいっていう話をちょっとさせてもらって。結構一個入ったかな。でも店員はオーバーしますとなんかないけど。オーバーマンジャーで。だって慶三さんだと本当はね入ってない状態だったら、ね、投資キャンセルとかすぐ来たんです。あ、そうなんですね。投資キャンセル、キャンセルということもなく現れなかったですよ。そうなんですね。だって編集前日見てる人が全員に言うのに編集帰ってこなかったのが一人一人で、もう一人は出張中だから、うん、その辺のね、やり取りは邪魔だから。あ、そうだったの。じゃあ、ありがとうもらう。あれだから、デザインしてるのに、その話してたから、それが自分に来なかったら、すげえショックでしょ。あれですよね、あの画像羅列してて。そうそうそう。いや、なんか、スカイプかなんかで連絡してたんですよね、金さんと。気づいたら、ちっちゃくした方がいいのかな。バッテリーの限界来ました。よ、どうだ。まだ、あ、本当だ、5% だ。まだいける。じゃあ Wi-Fi ですか。携帯で繋ぐ。バッテリーあります。俺も。じゃあください。あ、じゃあ一番いいやつ。めっちゃでかいよ。アダプターか。ここ Wi-Fi 入ってるんですか。入ってます。これでこれ端子一つじゃないんですよ。これ二つあるんですよ。あ、大丈夫。あ、ここに繋げばいい。これとマックブック持ってきた。あ、できない。置きます。まあ、ちょっとしたら研修動画
誰行きますか。三ヶ瀬さんですか、やっぱり。このイベントのために、お、三ヶ瀬さん押しなかった。動画編集をすることは初めてやってるかもしれないので、今回新食べを作ればよかったかなと。そうですね、後でもそうですね。今の大きい結構すごいですね。もともとその人ってリスナーさんなんですね。いや、このために入ってます。そうなんだ。このハイファイブスパンでこういうイベントをやりますよ、そのためにはそのフルドに入る必要がありますよっていうので、じゃあ入るって入って押し込んでっていうことだっていう。そのパターンありますか。増えますか。そういう人もっといると考えたから、そういう人もっと意外といらっしゃる。多分動画編集の知りがなかった。だから、そこら辺が、初心者でも気軽にできるような、限られた方が、切り替えます。で、聞いた話なんですけど、Wi-Fi サービスの固定感というのは、ガチャのだけのマスクは、実はそんなに多くなかった。だから、この人たちのためにここまでやる、コミットしようっていうのは、多分そういうか、我々です。我々だいぶやられてる。おっさんですけど、おっさんが。いや、でも、アイドル音はみんなおっさんらしいですよね。そう。いや、まあ、そのアイドル音と、しっかりとカラビにされたくないと。石谷さんとか、コージリュウジさんとか、すげえマウンティングするじゃないですか。で、それがライドこれが石田とか、シャトウ石田とか、そんなんどうでもいいんだよ。アイドル研究やライド。そうだ。アイドルみんな好きだと思ったら、それは間違いない。いや、しかも坂道とか、あの辺のメジャー足元とかの。ちょっと伸ばそう。さすが大人だ。最後にそれをつける。いい意味で、Wi-Fi カイブのファンに。悪い意味のファン。大丈夫ですか。悪い意味ではないわ、MGT って。もうね、MGT を作るみたいな。ハマっちゃう。死にたくはない。言わない。
ったのだ。このダメ出しからの追い込み。しかしこのアレンジとポケポケとかも全部スイープなんで、すごいですね。すごい凝ってますもんね。さすがプロだ。あのうねる感じがたまらないですね。じゃないですか。あ、そうなんですか。
そう、ブラボーですよ。ブラボー2080買えるよ。2080。あ、でもね、またドリキーサカブラボーバジット。すげえ。多分あのなんだっけ、グルカリ。グルじゃない。
ばしカメラ。そう、ぐる考えれば、6500は自宅の配信用に専用として使うんです。おー、ことができる。はいはい、固定です。ブラックマジックか、これ。と、渡さん買ったってみんなで共有できるんですか。ちょっと今マネージャーがこそっと、僕今日この人たちに会ってきました。どんな問や僕マネージャーもちょっともう一回言ってください。マネージャーちょっとこの人たちに会ってきたんですよ。してるな。めっちゃ横でどうやったの。ちょっとさ、明日それ車の中で聞こうね。それどうしたの。ダサいから使わないって言わせるから。ケーブルで
ぐんで、そのケーブルのコネクタの部分も保護してくれる。兄さんも間違ってあれですし、マックス使わない。マックス使わない。25万もらって。やりやがった。やりやがった。それ言っておきながらドリカさん一人で、リズさんも間違ってアレックスでも使わないように今全部 HLG で、ま、プレミアで編集したプレミアじゃん。あ、あれ、ファイナルカット。ファイナルカットいきなりと全然色が安い。色が出ない。でもリズさんも相当うまく調整して使ってたから、今、外付けじゃないですけど、SSD 2テラで2万ぐらいまで。すごい落ちてます。外付けでも1テラで1万7千円ぐらい。ピッタさん、次、レンジ何買うんですか？次、でも、いや、優勝賞金もらったら1635でしたけどね。2本ですね。2本なぜ2本？意味が分かんない。もうグランプリの商品はブラックマジックの。ちょっと綿さんのこの Vlog 見ませんか。ちょっとせっかくしかも必要な周辺機器揃えても足りない。ひどいけど性能。まあ、やっぱちょっと当日を思い出す。とか SSD 買ってもこれですよ。そうしよう。また、あ、これ前日のディズさんが来た時だ。買います。え、もう決まった。GPU2060 で3万3000円まで落ちてるから。ハハハハ。
あれ無茶ぶりしちゃった。どなたでしたっけ。無茶ぶりされた人が。された人が。いやでも、あの時まで話をしなかったので、実際にお会いするまで、あのその人となりが分かんないじゃないですか。ちょっと話をして、この人はもう、バカせえやと確信があったんで、そこでお願いしたという次第です。85ミリのこの。なんかドレキンさん迷ってるっていうから探して行ったらなんか着いたよってなんか連絡してみんな真面目ですよ。いやそこはその時はどうなるか全く分かんなかった。いや松田さんそれ怖いわ。それは草木も眠れる秘密と木のことです。なるほど、なんだかよく分かんない。本当だよね。
ある上でやろうとしたんですから、でみんなで全力 で止めて、かぶるからちょっとだけ自分のものだとこの辺がかぶってくる。打ち上げでみんなで素材を、ね、確認できたから大丈夫。どれだろう、あと10分くらい。あ、そうだ。どれがいいんじゃないかな。持ってきましたよ。持ってきましたよ。タイムレンジャーと。あ、ヨガ動画。Wi-Fi ヨガ動画。リーダー的存在は、ガリザさんなんですか。まあ、まとめをしてくれるのは彼女みたいですけどね。でも今日見てたらサイモンさんもすごいなんかね、サイモンさんが多分一番大人な感じ、結構色が違いますね。サイモンさんも可愛い、いや、サイモンさんも可愛い、素晴らしい。カバさん飲んでたんですね。じゃあそろそろ集計を集計取ってる感じ、フラフラするフラフラする、揺れてるよねとか言われて、いや揺れてはないですけど、一人酔っ払って、せっかくって酔っ払って、キャッシュでなんか飯食いに行ってて、松尾さんの QR コードを出していただければ値段が分かれば、はい、あれ自分の QR コードを出すにはこれか、これで、はい、はい、これで4800円をキャッシュで、はい、4800円。全然楽しんでないです。僕は根に持ってますよ。小雪さんに対して楽しみましょうっていう言葉に対して。次は。さっきでも言いましたけど、ちょっとヤスさんのやりも。キャッシュの QR コード必要な人は。はい。キャッシュ払い。キャッシュで払います。松尾さんちょっと嫌がらせになっちゃうんですけど。はい、あの48の現金で渡していいですか、はい、あ、もちろん、キャッシュで、え、すいません、金額は4800円。じゃあ、これだけ送った方がいいですか。あ、ありがとうございます。松尾さん、一応僕も送った方がいいですか。いいです、大丈夫です。この辺必要な方はいらっしゃいます。最後です。松尾さん、200円取るんだけど。松尾さん、これ、ユージさん。4800円って。キャッシュわかんない方いますか？キャッシュわからんか。あ、じゃあキャッシュを、はい、インストールしてもらって。はい、もしあれなら Wi-Fi につないでとか。ここに来て、それを嫌だって言って、現金で払われた方の名前が、マルカーです。嫌です。嫌がられますね。はい、嫌がられますよ、僕も。現金マルカーなんですよ。だって、若者は使っていいじゃないですか。だって、周りに使ってる人いないし、何に使えばいいの。現金でいいじゃん。現金で払う方はもういないです。そうですね。はい、スマホは、はい、はい、今送ります。みんなスマホ使っていけない。それを支払いには行ってみますよね。はい、使わないですね。多分クレカでも払うと思いますけど、キャッシュ、いや多分 LINE だったらまだハードルはあれなのかもしれない。キャッシュは別だからね。LINE Pay も LINE Pay で一番最初に口座登録が必要なんですよね、本人確認。そう、それがハードル高くてみんなやってくれないんですよ。誰一人として始めてくれなかったんですよ。